はようございます。釣り子 TV です。これダイソーのよく釣れる釣り具シリーズになんとねすごいしっかりした感じのネイルシンカーが登場してましたよね。ダイソーは結構ね昔からルアーねいろいろなのを売っていたりとか、まあ近年ではねもう竿とかリールまであったりして見逃せないんですけども、去年ぐらいはねあのフロッグなんか買ったりしてねこれすごいないい作りだななんて感心したもんですが、これなんかちょっとかゆいところに手が届く感じのこのネイルシンカー、これがね売っていたんで一袋買ってきてみました。12個入りで 0.9g、まあ、32分の1オンスね。ネイルシンカーだと結構使う重さの番手じゃないですかね。刺しやすく抜けにくい形状なんていう風に書いてありますけども、早速ねどんな感じなのか見ていきたいと思います。まずねパッケージはまあこんな感じね、でまあちょっとどんな感じかってまあこれも見ての通りなんで早速ね開けて出してますね。はい、パッケージももうこのまんまねほらこういう感じでねチャックがあって閉められるなくしづらいようなねこういうパッケージになっていて、はい出てきましたが、わこれ結構しっかりしてませんかねえ、見てくださいよこれね、まあシンプルなゆえにね使いやすい感じのね形状ですけど、このリブの具合とかほんとね抜けづらく、そんでこの先端はね結構鋭いんですよここね。だからワームにもね刺しやすいのかなっていうところで、これはダイソーをやってくれたなっていうね、こんな感じで。ね、12個も入っていてこれはね嬉しいですね。はい、2袋買ってきちゃいましたね。この手の小物はねまあいくらあっても困らないので、100均のだからっていうね印象がちょっと前まであったんですけども、まあプラグなんかにしてもねまあやっぱり100均なりだよねみたいな感じはあったんですけど、最近のねダイソーのこの釣り具シリーズねほんとねすごいんですよね。まあ、こういうまあ一番最初ねネコリグっていうのが誕生して、それでもってなんだろう村上さんのネコリグのねワームにね、最初初回限定でその涙型のネコリグ用の進化がついていたりっていうね、そんなところからスタートしたのかななんて思うと、でこれが素材がタングステンになったりね、今ねもちろん主流ですけども、そんでもって、鉛であればこういうダイソーでもね買うことができちゃうっていうね。でまあ改め思ってるんですけど、まあこの進化の使い方ですよね。まあ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 、定番のこの時期で、ね効くこういったストレート系ワームねふわふわさしてるとよく釣れるっていうね、まあゲイリー山本のこういう天候なんかを準備しましたけども、まあ、こんな感じでワーム出してネコリグとは何ぞやってね、まあ後方、こっちが下でこっちが上になるような感じで考えると、このねシンカーをこれねまっすぐね刺す、これダイソーのね先端が鋭いからね針でガイドとかつけないのも結構気持ちよくね埋め込めちゃいます、まあ、こんな感じでね、シンカーを入れて、だから水に入れるとこういう感じで沈んでいくっていうねことですね。これにこういうマス針を、まあ、向きね刺す方法は流派があると思うんですけど、まあ、こんな感じで刺してね、はい、こんな感じね。でこれでもってこう引っ張るとポヨヨンポヨンとねこの針を支点にねシャクトリムシみたいなアクションをして、それでもってね、バスを誘い出すっていうねこういうね、仕掛けになるわけですね。これネコリグ
で、それ用のまあ新カーが出たよっていうことですね。で今回この先行の特にねこのカラーで、リグってみましたけど、がぜんねこの仕掛けがね自分なんかほんと5月のスポーニングシーズンが終わってアフターの回復っていうんですかね、バスがそろそろ餌取ろうかななんていう時にねこの4インチ線香のこんぐらいのね重さの猫リグっていうのがねこれがねすごいね効くんですよね。亀山ダムなんかでよく釣った思い出があって、まあもう使いどころはこれをなんだろう岩盤の際にこうペチンって当てるぐらいのつもりでねタイトに投げて、でコース沈めて、まあたまにちょんちょんなんてねこうちょんちょんって誘ってやったりするとラインがふわーって走って、それでもってね、当たりが出てバスが釣れるっていうね、こんな感じ。もちろんねこの線香以外にもカットテールとかその他ねいろいろな各種ストレートワームね効く時期に突入するんじゃないかななんて思いますんで、ボックスにはねまあ、こんな感じのネイルシンカーとあとマス針とあとつれ線のね自分の大好きなワームを用意すればバッチリね、こんな感じだと思いますので、まあ、買ってみてね開封してみた感じはねほんとね作りがいいな、しっかりしているなという印象なのでね、ダイソーなんかの用事で行った時なんかに釣り具コーナーがあったらね、ぜひこれ要チェックじゃないですか、バス釣りファンの人はっていうね、そんな感じかと思います。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、100円均一のダイソーよく釣れる釣り具シリーズからなんと使い勝手のいいネイルシンカーが登場していたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。